ちらの、製品、どういったものなのか教えてください。ですね、これ画期的なんですけども、なんとこれ自体があのギターアンプなんですね。この大きさ、これだけの大きさでギターアンプ、今つないでるのはちなみにこれスピーカーつないでるだけなんですよ。アンプというのが全く存在しないんですね。でこの小さい、これがアンプになっているので、まあ、さっき音を大きくしたり小さくしたりしましたけど、これがボリュームで、それでこれはスイッチで、これが、ノーマルとブライト、それしか、まあ、機能はないんですけども、これアンプなんです。で、まあ、ここに、まあ、お好きなディストーションとかエコーとかいろいろつないでいただければ、もう完全にアンプとしての機能がバッチリ揃うっていう、キャリバー22というユニットですね。これはもう本当画期的なものです。なるほど。なんかアンプっていうとギタリストの人は、なんか質感とかこだわる人多いと思うんですけど、なんか音どんな感じのアンプのキャラなんですかね。まあ、今聞いていただいた通り、ごくクリーンなサウンドからですね、結構荒いディストーションまで、かなりまあ音は大きい、このサイズにして、このサイズか、本当この、サイズであんだけの大きい音が出るってことはすごい便利なんですね。例えば誰か友達の家でリハをやろうとかそういうことになってもですね、これ一つで、ことを足りる場合があるので、そういうところでとても便利な、グッズになるんじゃないかと思いますけど。ちなみにこれ一つお値段いくらぐらいなんでしょうか。これは税抜きでですね、2万2000円ってことになってます。こんな値段ではなかなかね、こんなアンプは買えないと思いますけども、一ついかがですか。はい、OK です。